こんにちは、ユーズタイムの時間です。この番組は京都電工株式会社の協力でお送りします。さあ、今日も素敵なゲストをお迎えしています。自己紹介お願いします。はい、皆さん、おはようございます、はい、テノールの橋本圭司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なかっこいい青年です。テノール歌手の橋本圭司さんをお迎えしました。番組タイトルもつけてくださったんですけれども、そうですね、世界中の学校に音楽を、大それたタイトルをつけさせていただきました。どんな思いがこもってるんでしょう。そうですね、やはり僕たち音楽家が音楽家としてできること、音楽家としてしなくてはならないことは何かなって、日々いつも考えています、うん、その中でやはり音楽の授業の存在しない国がたくさんあって、はい、そしてそこにやっぱり音楽を持っていこう、根付かせよう、その思いで、うん、いつも活動しています。そういう意味で世界中に音楽をと、はい、今日はタイトルさせていただきました。テノール歌手でありながらワールドミュージックプロジェクトの代表でもいらっしゃる、はい、そのご活動が、ワールドミュージックプロジェクトっていうことなんですね、はい、今お話してください、はい、具体的に言うとどんなことされてますか。そうですね、皆様が小学校の時などに音楽教育で使われた、鍵盤ハーモニカや、うん、ソプラノリコーダー、うん、これを僕たちが、回収させていただいて、うん、主に今はカンボジアの、はい、3校の小学校に、うん、それを年2回届けています、うん、そしてその楽器を衛生的に使っていただくために、はい、その鍵盤ハーモニカの歌口ですね、うん、ホース、あれを、はい、あれは新品のものをできるだけ児童の皆さんに使っていただくように、うん、日本で購入してそれを毎年持っていく、うん、そして向こうでの音楽教育事業の様子を僕たちが日本に帰ってきてコンサートを通じて皆さんに、お返しする、はい、その活動を主としています、はい、橋本圭司さん、ちょっと面白いなと思ったんですけど、プロフィール見ていましたら、元競馬の騎手を目指していた。そうですね、中学時代はもう3年間、はい、もう本気でジョッキーになろうと思っていました、はい、で最終試験で脱落、惜しくも最終試験の最終面接で、はい、短所を聞かれたんですよね、はいはい、橋本君の短所は何ですかって、うん、もうあまりに正直な青年でしたのでね、はい、僕の、短所は集中力のなさですとはっきり申したらはっきり落ちましたね。そうですか。そして高校時代はラグビーに明け暮れて、その後なんとなく音楽大学に進学なんとなくというかもうラグビーしかやってなくてもう勉強してなかったので、うん、はい、何もすることがなく、うん、家族会議が開かれ、はい、お前この後どうするんやと、うん、でその時にじゃあどっかの大学行くと、はい、お前が入れる大学どこにあんねんと、うん、じゃあ何か、役者にでもなると、はい、そんなあかん何を言ってもあかんあかん言われて、はい、じゃあどうしたらええねんって言ったら自分で考えろと言われる、はい、で昔からちょっとお世話になってたピアノの先生がいらっしゃって、うん、その先生の一言というか本当鶴の一声ですよね、はい、あんた歌好きじゃ嫌いじゃなかったら音楽大学に行きなさいと言われて、はい、なんとなく今に至るという。それでなんと劇団四季の一般オーディションまで合格されるっていうんですから、やっぱり才能あったんですね。いやー、どうなんでしょうそれも全部たまたまかもしれませんけれども、さあ、そんな、橋本さんの歌声ね、皆さんお聞きしたいと思われてると思います。では今日はなんとスタジオの生歌で、曲は心に一つという曲なんですけれども、はいはい、これはプロジェクトにも関係する曲なんですけれど、うん、我々が活動しているカンボジアという国ですね、はい、こちらはポルポトの独裁政権が長くあって、うん、芸術家とかそういう、音楽に関することが全て弾圧されてしまいました、はい、その中で古くから残っている歌というのは結構平和的な歌が少なくて、はい、それで向こうの小学校の先生たちが新しい平和な曲を作ろうよという思いで、はい、この心に一つという曲を作られたんですが、はい、カンボジア語で書かれています、はい、でも
あの今日はせっかくなので、はい、それに僕が日本語の歌詞をつけたものを少しこっぱずかしいですが、はい、アカペラで、はいはい、では、橋本圭司さんスタジオ生歌心に一つお願いします。この出会いを名残惜しく胸にしまって今さよなら昨日より悪い日はもう来ない、もう一度約束をしよう、また会えた時には新しい笑顔で、人は皆旅の途中、悲しい時は思い出して、僕はここで歌ってるから、あなたの笑顔を思って。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、アカペラは恥ずかしいですね。いや、体中にこう響いてきましたね。ありがとうございます。ガラッと変わりまして、はい、橋本圭司さんはドイツでお勉強されていたんですけれども、 そうなんですね、その時になんと落語に目覚められたっていう不思議なもうね、あの、はい、ドイツにはドイツ歌曲の勉強を専門的にしようというね、はい、うん、もう心意気で行ったんですけども、うん、勉強して帰ってきたのは落語というね、はい、本当に親に申し訳ないんですけれども音痴で歌い、はい、別名、別、いや、通称通称、ええ、通称音痴亭歌いさんが小話をしてくださいます。どうぞでは、まあ、橋本圭司改め、はい、音痴亭歌いということで、はい、まあ、今日はいろいろ披露しようと、はい、限られた時間ですけれども、はい、まあ、どんな小話を、まあ、しようかなと思ってるんですけども、はい、そうですね、じゃあ、まあ、ちょっとあのゆうさん、論理学ってご存知ですか？論理学、論理学って聞かれて説明できます、はい、できません。できませんよね、はい、まあ、そういった話を、まあ、ちょっとしようかなと思いますけど、はい、ダンさん、ダンさん、ダンさんおられますか？なんや、またお前かな、今日はどないしたんや。あの、ダンさんがいつもおっしゃってるあの論理学っていうやつありますね。論理学、あれ、あの、どういうものかなって私教えてほしいなって、そんな風にこう思ってね、今日尋ねさせていただいたんですけど、論理学、なんや、お前論理学の一つも知らんのかいな。まあ、お前は知らんか知らんやろな。ほなな、わしがお前に論理学をやって聞かしたろ。うん、まず、お前は芝刈り機を持ってるか？芝刈り機ですか？芝刈り機持ってますけれども。ほう、芝刈り機を持ってる。芝刈り機を持ってるということは、お前の家には庭があるな。いい、庭もちろんございますけれども。ほう、庭があるということは、お前は一軒家に住んどるな。いい、一軒家に住んでおりますけれども。一軒家に住んでいるということは、お前には家族があるな。ええ、嫁と子供が一人ずつおりますけれども。おお、嫁と子供が一人ずつおるということは、お前はホモではないな。ええ、私ホモではございませんけれども。どうや、これが論理学や。え、これが論理学って、あ、なるほど、こうやって物事を順序立てて考えていく、あ、これが論理学が、なるほど、あ、勉強になった、一個賢くなった、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、一個賢くなったで、今日もこれ早速誰かにやってやりたいな。お、大松さん、大松さん、おいおいおい、大松さん、なんや、またお前かな、今日はどうなしたんや。お前な、論理学って知ってるか？論理学？いや、知らんけれども。お前は論理学知らんやろな、知らんやろな。ほなな、わいがお前に論理学やって聞かせたろ。まず、お前は芝刈り機を持ってるか？芝刈り機？いや、持ってへんけど。芝刈り機を持ってへん？ということは、お前は、ホモやな。
ありがとうございます。ありがとうございます。ではまたガラッと変わって、ガラッと変わります、歌声を聞きましょう。今日は CD で、はい、その花の名前を知りたかった、はい、作詞が橋本さん、作曲が楠田陽子さんです。はい。その花の圭史のお楽しみ会、はい、橋本圭史七変化、はい、そんなコンサートもされている橋本さんのことをもっと知りたいという方はどうすればいいでしょうか。ぜひ、パソコンで、はい、橋本圭史のホームページ、はい、入れていただきましたら、僕のコンサート活動、コンサート情報すべて載っておりますので、はい、ぜひアクセスしていただきたいと思います。橋に本の本、はい、そして恵むに歴史の詩、橋本圭史さんです、はい、それからワールドミュージックプロジェクト、この活動について知りたいな、協力したいなっていう方は、そうですね、あのワールドミュージックプロジェクトで検索していただいても出てきますし、はい、またあの僕 の, あの橋本圭史のホームページからも、はい、このプロジェクトのページにアクセスできますので、はい、どうぞそちらもご覧になっていただきたいなと思います、はい、才能豊か、本当に多彩なことができる橋本圭史さん、これからも楽しみですね。ありがとうございます。じゃあ最後に一言、夢を、はい、この世界中の学校に音楽を、世界中の学校に音楽が根付くことが、まあ、僕の夢ですけども、うん、はい、まあ、僕の生きてるうちには絶対無理なので、はい、この活動が、代々つながっていって、はい、そしてカンボジアの人がカンボジアの人に音楽を伝えれるようになったらいいなと、うん、まあ、そんな世界に夢を託します、はい、本日はテノール歌手でワールドミュージックプロジェクト代表の橋本圭史さんをお迎えし、世界中の学校に音楽をというタイトルでお送りしました。橋本圭史さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ユーザタイム番組ブログはひらがなで言うラジオカフェと検索してください。放送内容を YouTube で公開しています。それではまた番組でお会いしましょう。お相手はユーでした。